これは、ホラー映画の床みたいだ。人が歩くと、きしむ音が出るように設計されたウグイス張りの床が、海外で話題に。日本の伝統建築における特殊な床構造である、ウグイス張り。その名の通り、人が歩くと、きしむ音が出るように設計されており、この音が鳴き声に似ていることから、ウグイス張り、と呼ばれているのだそうです。この仕組みは、主に寺院や城などの重要な建築物で見られ、外部侵入者の危険を早期に察知するために使われたとされています。床板が柱に直接固定されていないため、重量がかかるとどのように歩いても音が出るようになっています。しかし、ウグイス張りが忍者など、特定の侵入者を察知するために設計されたという明確な証拠は少なく、一部の研究者は、この特徴が建材の経年による摩耗や金具の緩みによって、自然に生じたものであると指摘しています。京都の知恩院や二条城など、著名な場所にこのタイプの床が見られますが、旧知のすべての床に、この仕組みが施されているわけではないことから、その起源や機能には複数の解釈が存在します。ウグイス張りの床の構造は、板と柱の関係、金具の使用、板の間の隙間など、複数の要素によって成り立っています。これらの要素が組み合わさって、特有のきしむ音が生まれるわけですが、この構造が意図的に設計されたものなのか、時間の経過とともに、自然に発生した現象なのかについては、意見が分かれているそうです。さて今回ご紹介するのは、日本では忍者対策の床が不審者の侵入を警告するために使用されている、という SNS からの話題になります。いずれにせよ、ウグイス張りは日本建築の独特な特徴であり、その起源や機能に関する多様な見解が存在することが、この仕組みをさらに興味深いものにしているのと、忍者のことになるとやはり興味がある方が多く、大勢の方々がコメント欄を賑わしていました。寄せられたコメントの一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。ウグイス張りと呼ばれる床は、誰かが歩くと、特有のチリンチリンという音を出す巧妙な構造をしています。京都の二条城や東寺院など、有名な日本の家庭で警報システムのような役割を果たしていました。これらの床は、軽い足取りでも、ウグイスのように大きな音を立てるため、静かに渡ろうとしてもほぼ不可能です。京都のお城で見たよ。かなり独創的だ。この床で忍者みたいに静かに動けるか試したい。静かに動く技術を何年も練習してきたから、これは楽しい挑戦になりそうだ。だから、その床を走り抜けるのね。わかった。今はそれを試してみたくなってきた。一日中、その床に飛び跳ねてみるつもりだ。音楽のような床だね。とても素敵だ。アサシンクリードの次の日本ゲームに、これらの床を追加したらいいのに。忍者同士の戦争があったの？日本の城で、そんな床を歩いたことがある。案内人が、忍者は床を避けて梁を這い回り始めたって教えてくれた。だから屋根の梁に釘を埋め込んだんだって。ウグイス張りをテーマにした中世日本のフィクションの素晴らしいシリーズがあるよ。
ナイチンゲールの床を越えて、は、リアン・ハーンによる第1巻だ。ナイチンゲールフロアと呼ばれています。伝説によると、きしむ床はセキュリティ装置として使われていて、誰も気づかれずに廊下を通り抜けることができないようにしていたそうです。ナイチンゲールという英語の名前は、日本のウグイスに由来していて、ウグイスは日本でよく見かける鳥です。二条城では、これは意図的な設計ではなく、時間の経過による効果だったと読んだことがある。最終的には便利な副産物になったけどね。あの床を歩いてみたけど、音は一切しなかったよ。プロの泥棒が車や家の警報装置を無効にする方法を知っているように、本物の忍者はこの種の床を避けて、屋根や壁から侵入するでしょう。だから壁を走る術を習得したんだね。とても面白い。素晴らしい安全対策だ。時々、あの床は下手な職人が上手なセールスマンだったのではないかと思う。もし私が忍者対策の床を求める大名だったら、人が歩いた時にかっこいい音がする床が欲しいね。つまり、ガタガタの緩い床板ね。子供の頃住んでいた家にも、そんな忍者対策の床があったよ。投資家として、アメリカのたくさんの家を見てきたけど、こんな床があったよ。下手な仕事だと思ってたけど、実は専門的な機能だったんだ。みんな知ってた。これがオールマイトが動く時の音だね。今度リフォームする家の床を直さなくてもいいわ。珍しいセキュリティ機能、といえば、セキュリティカメラも効果あるけどね。深夜のおやつを取りに行くのを防ぐ床としても機能するね。そこまで忍者が問題なの？午前3時にキッチンへ行く私は終わりだ。壁を歩かないと。夜中にトイレに行く人には地獄だろうな。忍者は浮いてるからね。アメリカではそれを、古い家、と呼ぶよ。誰も歩いていないのに音が鳴ると、かなり怖いだろうね。日本の忍者対策の床は、歴史的なセキュリティ対策の創造性を際立たせている。賢い。私の家にも必要だ。忍者や税金の取り立て人を撃退するために。私には効かないな。軽すぎて音も立てられないから。睡眠妨害の床と呼ぶべきだね。アンチ忍者、テキサスのトレーラーハウスは全部これだよ。忍者による犯罪がこれほどまでに深刻だったの？これはホラー映画の床みたいだ。素晴らしいイノベーションだ。80年代の忍者の本によると、壁沿いを歩くのがベストだって。そこが木が一番硬くてきしむ可能性が低いから。日本の革新的なアンチ忍者の床は、歴史的な創造性と現代のセキュリティの魅力的な融合。不法侵入者に警告するユニークなアプローチだ。彼女の上の階の隣人が、忍者用の床を持っているなんて知らなかった。それよりも、なぜ足の指が2本しかないのかが不思議だ。そしてそれは、忍者が WD-40 を発明するまでの物語である。
以上になります。日本の伝統的なうぐいす張りの床について海外からも大きな関心が寄せられているようです。忍者や不審者への警告システムとしての役割から独特の音を楽しむ観点まで多様な意見が見られました。実際に二条城などでこの床を体験した方からは独創性やその音の美しさに対する感想が多く寄せられています。忍者の技術に挑戦したいという意見やその床を生かしたゲームへの期待も見られました。このような伝統的な建築技術が現代でも多くの人々を引きつける魅力を持っていることが分かりました。また忍者に関するジョークや軽妙なコメントも多く、このような歴史的な話題が楽しい交流の場となっていることも嬉しいですね。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくといち早く動画を視聴することができますのでご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。